SFA や CRM を勘違いしませんか？ SFA、CRM の本当のメリットをお伝えします。今日はセールス領域では非常に無敵なプロフェッショナル人材であるセールスの匠さんにゲストで来ていただいております。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日のテーマは SFA や CRM というところですね。SFA もいろいろな会社ですでに導入していると思うんですけれども、そもそもどうやって導入してどうやって結果を出していくのかとか、そもそもの SFA のメリット自体っていうのをちゃんと僕も学びたいと思って、ズバリなんですけど、はい、そもそも SFA や CRM ってなぜ必要になるんでしょうか？まず一番やはり皆さん思われる通り、顧客管理というところで誰と何を話したっていうところと、最終何を話したのとか、まあ、課題をしっかりと認識をするという観点で重要というふうに思っております。そもそも誰と何を残しておくことって何で重要になるんですか？法人営業です。特にリアルタイムだったら1ヶ月2ヶ月くらいあるわけですから、やはりいろんなステークホルダーの方と商談をするわけですね。でも最初は担当者の方1名2名いらっしゃって、その後に決裁者の方が数名現れて、もしかすると他の部署の方を巻き込んでいろんな情報のやり取りですになってくると、そうした時に過去の情報残ってないとうまく進められないというところなので、法人営業って本当に決裁者が将軍だとしたら、ここに攻めるにあたってどういうような地図を描くかっていうのを頭に入れた上で進めかける必要があると。ただその情報っていうのが、まあ、ネット見てだけで確かに分からないわけですから、誰がどういうふうな決戦を持っているとか、まあ、誰がどういった特徴があるかっていうところを、まあ、営業しながら貯めていかないと、まあ、将軍までたどり着けないというところで、その解像度を上げるという感じで言う理由だと思っております。確かに、ね、営業の地図とか、はい、今の解像度ってすごく僕もいいワードだなというふうに思いまして、はい、私もですね、その会社の代表ですから B2B の法人営業していて感じるところなんですけれども、やはり法人営業ですと、まあ、顧客側からすると新しいプロジェクトとか新しい取り組みに対しての投資っていう感覚になるので、まあ、そこ通すのも結構大変なんですよね、うん、僕もその事業会社にいて新しいツール導入とか、はい、コンサルティングとか導入を検討した時に、やっぱり社内で提案を受けた内容をうまく どこのベンダーとかどこの会社をどういうふうに上に上げるのかっていうのをやっぱ考えないといけない、うん、そうですね、はい。で当然だから上げる側としては自分の意思もあるし、でも自分の意思だけじゃなくて上長になる方とか、あとそもそもこう事業部でこうお偉い役員の方とか、あとはセキュリティ部門とかいろいろつっつきがあるので、はい、そこを考慮しながら、まあ、うまくリングを上げていくっていう必要があって、大変だなと思ったんですね、長いんですね、はい。多分 B2C のセールスですと、多分家買うとかって結構重要な意思決定がありますけれども、まあ、2、3回会って、まあ、決めるくらいじゃないですか。法人営業になると、まあ、例えばそれこそ数百万、数千万とかっていうのは億単位のものになると、結構ちゃんと考えないといけないですね。取引を管理するっていう意味では、SFA ってやれないといけないのかなっていうふうに僕も思いました。ちなみになんですけれども、じゃあその SFA とか CRM、どう導入すると一番いいんでしょうか？一番初めに導入される方抜きにお話しするんですけども、本当に SF っていろんな機能があって、特定の項目を必須にして入力しないともう完了できないようにするとか、あとまあ商談抜け漏れ以降を勝手にこう教えてくれるような、なんかいろいろあるんですけども、まずは一番初めにお伝えしたお客様情報を止めておきましょうというところで、まあ、どの会社さんとは担当者で、それに基づく家電とかメールのメモ、これをまずは蓄積するというところで十分です。大体皆さん SFC の導入する前に、例えば Excel だったりとか個人のメモ帳なんかにそのデータ残ってると思うので、まずはそれをシート1枚に書き出していただいて、うん、1枚全部書き出していただければ CRM に一括でこう移行できるので、まだ社内全体としてどのお客さん、会社、担当者がいるのか、で覚えている範囲のメモ、あとは一緒の営業担当っていう、まあ、4つの項目を抜いていただいてインポートすれば、全お客様が検索できるような状況になりますので、まずはそこの移管っていうところから進めていただいて、今後のメモとかはハブスポットであったりセールスフォース上で残していただければ、例えば管理者の方も案件どうなっているかとかっていうのも見れますし、どういう施策かっていうのも可視化できるので、まずはそこからの移行がファーストステップかなと思っております。会社と担当者と、はい、商談に関するメモと、ね、はい、の営業担当誰がやったかということですね、はい、まずはそれで十分です、はい、だから担当者と会社をちゃんと管理するっていうのは僕もすごく重要だと思うんですね、はい、ちょうど天野さん の YouTube 動画なんですね、はい、うん、新営業力って本があって、キーのすごくトップ営業素晴らしい方なんですけど、うん、その方もその本の中でも YouTube の中でも、うん、
法人と個人どっちも管理しなさいって話はしていて、法人の組織なんでやっぱり法人としてどういう意思決定をするのかって考えるんですけども、あくまで法人の中に個人が中に紐づいている状態なので、個人の方が法人で働きかけて動かすっていうことをやらないといけない。そうですね。なのでそれをやっていく上では株式会社〇〇さんとか会社でなんかお客さんのことって呼んだりとか裏でしてると思うんですけど、実は会社って単位だけじゃなくて、その会社の中の担当がどう思っているのかっていうのがすごく重要であるみたいな話をされていて、それはすごく僕も納得したんですよね。そういう意味でも会社と担当者とそのお客さんとの商談の状況と営業担当ということを管理するっていうのは確かに SFA の基本のキーになるんだろうなと思いました、ね。ちなみにそれの発展系としてどう発展させていくと、発展していくとやはりこういろんなあの担当者情報でも、ただ家電のメモとかメールメモだけじゃなくて、まあ、今おっしゃっていただいたように担当者でも例えば決済者の方とかレベルの方とかもいると思うので、まあ、そういうタグ付けをしていくであったりとか、より細かい情報を、まあ、絡むといって手で追加するという方法がありますと、まあ、さらに発展していくと、やっぱりこういう SFA とか CRM っていうものが上段フローってついているので、例えば商談更新が行ってない案件に関して営業前に通知を飛ばすとかによって、まあ、お客様の追加もらうのを少なくするであったりとか、営業サポートもしてくれるので、どんどんこう自動化をしていって人間がしなくてもいいこととか、人間を忘れているようなところをフォローしてくるというところまでいけると、まあ、非常にこう営業担当としては楽になるのかなと思っております。お客さんの担当者に関しては多分自動でフラグ付けってできないと思うので、そうですね、そこはまあ手動でこの方は決済者と、はい、この方はまた結構推進する意欲が高いとか、そういうのを裏で多分フラグ付けをしていってとかですね、はい、でプラスその SFA ですとその最終商談とか、はい、あとはまあ例えばまあ何かしらのフェーズに分けてるとすればフェーズの滞在、そういうのがデータとして取れてると思いますので、はい、ちょっとある程度滞在時間が長くなっちゃったみたいな、はい、場合にこうアラートを上げるとか、なんか失注が何日くらい経ったらこれはちょっと忘れないように損失を連絡する、はい、そういうことを長くフローを立ててやっていくってことですね。そうですね、現場の方だとそういうふうにもう自分の営業サポートになりますし、営業経営者の方だったりとか営業マネージャーの方でいうと、そもそも初回商談から受注日までどのくらいリアルタイムがあるのかとか、もっと細かく言うと決済者から受注まででのリアルタイムとか、まあ、もっと細かく集が見えてくるので、まあ、そもそもどういうところを改善すればいいのかとか、営業担当ごとに見て、まあ、この営業の中の充実が非常に低いというところで、まあ、その原因を追及するとか、まあ、マクロ観点の分析も可能になるので、まあ、単純なお客様管理の領域を超えて経営管理であったりとか営業の指標管理というところができるのが一番いいかなと。確かに私も経営者っていう観点からするとですね、まあ、結構その投資家とかには CAC をつつかれるケースが多いんですよね。インパクトがどれくらいコストかかってるのかって、はい、そこをやっていく上でやっぱ商談のリードタイムって非常に重要で、うん、まあ、リードタイム長くなるとその間営業の人件費がそこに引っかかってくるので、うん、はい、まあ、非常にコスト高になってしまうので、はい、まあ、そこをなるべく短い商談のリードタイムでちゃんとお客さんにコンスタントにちゃんと投資の意思決定してもらえるとっていうのは非常に営業設計という意味では私も重要視しているところでございまして、うん、まあ、そういうのが SFA をちゃんと運用していけばちゃんと取れてくるってことですね。そうですね。あと SFA の話はかなり長くなりそうなので、はい、もう一個別の動画に分けてお送りしたいと思います。たくみさんありがとうございました。はい、ありがとうございました。この動画が良いと思った方はグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。またカスタマーサクセスに興味のある企業のご担当者の方は概要欄からお問い合わせができるようになっていますので、ぜひそちらもチェックしてみてくださいね。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。